はい、テクニカルコース、こぶし斜面がね久々にできてますね。いやー懐かしいな。テクニカルコースといえばね、こぶし斜面だらけだったんですけど、2レーンできたのは久しぶりだよね。深そうだな。さっきねスーパーコースのねこぶし斜面滑ったんですけど、もうカリカリだったんですよ。昼はボサボサ、もう3時過ぎると、3時半になったらもうカリカリだね。3月、28日でした。はい、こぶし斜面ね、皆さん滑ってみたらどうでしょうか。まだね雪大丈夫ですね。ただチャンピオンコースはもう閉鎖になってましたね。あそこは下の方ですからね。